長峰山は、新潟県柴田市にある山である。標高は1085.8メートル。登山道は、西側の柴田市、滝谷地区及び南側の梶川か水ダムからのルートがある。山頂からは、飯田連峰や高知山海、日本海、うちの蔵子などへの展望が開けている。優れた展望とアルペン的な岩漁のスリルを兼ね備えた山である。 飯い連邦のほぼ中央、門内だけから、西南西に起伏を繰り返して伸びる、尾根の末端にあるピークである。柴田市街から眺めると、平凡な尾根状のささやかな突起に過ぎないが、山麓に近づくにつれて、盛り上がりを見せ、独立法と見まがう山陽を見せる。山名については、焼け峰山という呼び方もある。また、古くは、東大山という名称も見られる。 麓からは印象の強い山であるが、古市にその名の記載は極めて少なく、祭祀施設も存在していない。かつて国鉄赤谷線が運行していた時は、駅から登れる山として、終点の東赤谷駅は、週末の登山客で賑わいを見せた。赤谷線廃止後は、登山客も減少し、訪れるものは少ない。 国道地理院2万0千分の1地形図、上赤谷東赤谷には、計3本の登山道が描かれている。このうち、登録にある、滝谷集落からの滝谷を根ルートが、メインの登山道である。南方の梶川地水ダムから登る松の木を根ルートは、経験者向き。この2ルートはどちらも十分日帰りが可能である。また、北西のちの倉ダムからの道は廃道化しており、 通行は危険。南面の沢は、沢登りも楽しまれている。滝や集落の外れより深い杉小立の中の林道を行く。車の場合、登山口を過ぎた先に数箇所の駐車場がある。登山口からは、淡々と樹林の中を登っていく。小一時間でイスダイ平と呼ばれる暗部に出ると、ようやく前方の視界が開ける。小立越しに、 端正な円錐形の山頂を望むことができる。ここからは一点急登となる。鎖やロープもかかるが足場が不十分なので特に下りは注意が必要である。やがて痩せたい和量に達すると左右の展望が一気に広がる。右下には宇治の沢が荒々しい岩肌を見せ足元は深く切れ落ちてスリル満点である。 岩漁を過ぎると、東側の巻き道となり、ほどなく、清水釜に至る。聖火でも枯れることなく清烈な、冷たい水が湧き、汗をかいた体に心地よい。さらに、き道を進むと、再び稜線に戻り、小ピークに達する。ここは、修造法と呼ばれており、慰霊碑が立っている。正面には、山頂が、ピラミッドのようにそびえている。ここからは、 北側の薪道をしばらく進み、直下の急登を詰めて山頂に達する。山頂からは360度の展望が広がり、ここまでの疲れを忘れる。円錐型に見えた山頂は、意外に細長い。東方には、正峰の塔と呼ばれるピークがあり、一段と、飯出連峰の展望に優れるので、ぜひ足を運びたい。小峰山の南方を流れる飯豊川は屈指の、 急流であり、流路に大小の沢筋を刻んでいる。小峰山周辺では、南面の宇治の沢と袖の沢が、高ルートである。小滝、ゴルジュを交えて、短いながらも変化に富む継承が魅力である。爪は、スラブ状の急峻な岩場で、猛烈なブッシュに手こずる。また、夏場は、目白の大群に悩まされる。 1957年12月30日、新潟県立柴田高等学校山岳部の冬山合宿の折に、風雪の中で若き命を閉じることとなった、本田修造部員にちなむ。本田部員を痛み、同校山岳部及び、滝谷集落村民の手により、この地に、慰霊碑が建立された。初代の慰霊碑は遭難の翌年に建てられたが、長年の風雨で、 痛みが増したため、2007年に、同工山学部 OB により、全面的な改修工事が行われた。ありがとうございます。